初の3分間はこねてグルテンを作るというよりも材料を均等に混ぜ合わせるという役割があるので、このように台に生地を広げてヘラで集めるという作業をひたすら繰り返してください。こんな感じでバターを練り込むと生地がベッタベタになるので、簡単にまとめる方法をご紹介します。このようにヘラで生地を中央に集めます。手についた生地もカピカピになってしまうので、ある程度取っておいてください。はい、あとはこんな感じで生地の端を持って叩いたら手前から向こうへ、また生地の端を持って叩いたら手前から向こうへ、この作業をひたすら繰り返してグルテンをどんどん強化していきます。はい、こんな感じで叩いたら折りたたむっていう作業をひたすら繰り返していると、さっきまでベッタベタだった生地がどん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 締まってきます。だんだん締まってきたらこんな感じでこねてあげたり、まだベタベタしてこねにくいなと感じたら、また叩いて折りたたむっていう作業で生地を締めてあげたりっていうのを繰り返すといいと思います。はい、こねている時の生地はこのようにとってもしっとりとした状態です。もしもこれよりも硬い場合はお水を少し追加してこの生地と同じくらいの水分量にしてあげてください。Thank you.
フープは包丁で行う場合は刃をまっすぐではなくてちょっと斜めに傾けた状態でパン生地の表面を削ぐようなイメージで切り込みを入れてみてください。面倒な場合はクープは別になくても全然大丈夫です。